佐藤さんには市議会議員として培った政治経験存分に生かしてほしいですしまた女性ならではのこの目線、視点というのも同時に生かしていただけたらなと思います、はい、このように愛知県では初の女性首長が誕生しましたが全国的に見ると首長を女性が務めているケースというのはまだまだ少ないのが現状なんですね。はい、例えば都道府県知事ももちろん47人いますけれども、ええ これは山形県、東京都のお二人のみ、うんで。市区町村長については、全千七百三十七人中、四十人しか、まあ、女性は勤めていないという状況なんですね。はい、また、地方自治体の議会では、女性議員がゼロというところもあります。まあ、都道府県議会については、これ、さすがに。 この女性議員がいないという議会はないんですけれども、はい、市区町村議会については1741分の275いい、うん、割合にすると15.8%実際に女性がいない議会が運営されているという現状があります。